さすがの死神もドラゴン戦は厳しかったようね。少し休んだ方がいいわ。全員な。次の出航準備は進めさせておく。頼むわ。ライフセット、あんたも。僕は平気。それより、次こそクーマを見つけなきゃ。地脈点の場所、もう一回調べてくるよ。まったく。ピーって結構頑固よね。暇さえあれば本を読んでるのね。知識は世界を広げてくれる。テレサに支配されていた頃のあいつにとって本を読むことは冒険そのものだったんだろうな。ん？どうしたの？ずいぶん難しそうな本を読んでるじゃねえか。恐竜の本だよ。大昔、人間が生まれる前にこの世界を支配してた巨大な生物なんだって。ティランとかトリケプとかブラッキーとか種類がたくさんいてかっこいいんだよ。これドラゴンじゃないの？似てるけど、ドラゴンみたいに火山の中じゃ生きられないし、寒さにも弱かったみたい。でも他の生き物じゃかなわないくらい大きくて強かったんだって。修行相手には良さそうだな。特にこのギガスピノってのが気に入ったぜ。体の両側から巨大な刃が飛び出していて、まるで六郎の二刀流みたいですね。別名双剣竜って言うんだよ。ほう、まさに俺の相手にふさわしいやつだな。で、結局何なの？恐竜って見た目はトカゲみたいですよね。俺のご先祖様かな。お前は人間だったろ。おっといけねえ、すっかりこの体に馴染んじまった。恐竜も尻尾切れるのかな。なあ、黒金、聞いてくれよ。また愚痴か。またって言うなよ。
俺はベルベットや海賊どもに気づきゃ荷物運べだあの島行ってこいだってこき使われてるんだぜ。頼られているってことじゃないのか。そうかもしんねえけどよ、連中見てるとよ、あんたのことは顔色伺って遠慮してるみたいだけど。合わないがな。ああそいつは失敬。こう見えてもお前が知らないだけで案外鉄絡みの道具を作ったり修理したりしている。居候を決め込むほど面の皮は厚くない。顔はないがな。面白いじいさんだな。若いのに使われても腹が立ったりしないのか。俺は刀のことだけを考えて生きてきた。連中のようなガキと話したのは何百年かぶりだ。じじいの俺にとっては新鮮な迷惑さだ。俺も最初はそう思って言うことを聞いてやってたんだけど、いい顔をしてたら山ほど仕事を押し付けられちまって、あんたみたいに怖思って。顔はないがな。だからそこは真面目に聞いてくれよ。覚悟を決めろ。命を懸けて自分たちの道を進む連中と同じ船に乗ったんだろう。俺もお前も。嫌ならさっさと尻尾を巻いて船を降りろ。尻尾はないがな。無理をしすぎるなよ、ライフセット。ありがとう。けど。僕がクーマを探せるかもって言い出したのに、全然ダメで。ねえ、アイゼン。精霊の力を強くする方法ってないの？お前には教えてもいいだろう。今、大半の精霊は意識を封じられて、大魔師に刺激される道具と化している。だが精霊は本来人の祈りを受けて人や自然に加護をもたらす存在だった。精霊は人間に祈ってもらうとすごい力が出るってこと？そうだ。ま、中には加護が反転して不幸を与えてしまう俺のようなひねくれ者もいるがな。そうなんだ。でも僕に祈ってくれる人なんて。外れだったけど無駄じゃないわよ。対しぐれ用のオリハルコンが手に入ったし、ドラゴンとだって戦えることが分かった。ベルベット、次はどこに行けばいい？ピン。ノースガンド領、ヘラビーサの北の方に大きな地脈点があるよ。わかった、アイゼン。俺はすぐに出発でも構わんぞ。私もよ。港へ行きましょう。祈りとは崇めるという意味じゃない。精霊に向けられた純粋な意志や感情のことだ。うん、僕はもう祈りを持ってるんだね。
目的地はヘラビーサの北、フォルデス遺跡のあたりですね。今までの情報と照合すると、クーマがいる確率は高いと思います。今度こそ。ヘラビーサ港から向かうのが最善だな。前に大騒ぎを起こしたから、町に入るのは難しいかもな。ベウィック、ヘラビーサは今どうなっている？前に俺たちのボラードだった商船組合はガタガタだよ。けど、なぜか清涼の管理も弱まってるみたいだ。救援物資は運ぶ不定の船があるみたいだから、輸送船のふりをすれば入り込めると思う。その物資を横流しすれば新しいボラードも見つかるはずだし。救援物資か。呆れた自作自演ね。だからこそつけ込む隙もある。そうね、その策で行きましょう。了解、速攻で用意するよ。エレノア、清涼の大魔師たちは刺激してる精霊に祈ったりしないよね？制約のこととは違いますよね。制約って自分に特別な規律を課して限界を超えた力を得る術式でしょ？ええ、簡単に言えばそういうことになりますが、人の祈りを受けて精霊は人や自然に加護をもたらす。人間に祈ってもらうと精霊は強くなるってアイゼンが教えてくれたんだ。祈りと加護、そのような話は初めて聞きました。以前の私がそうだったように、清涼の大魔師にとって精霊は術技を使うための道具にすぎません。やっぱりそうだよね。でも聖主カノヌシは別です。大魔師は皆聖主の大いなる力を信じ崇めています。そればかりか、この国の人々も聖主の救済を願っています。アルトリウス様の導きのもとに。あ、だからなんだ。王はカラクリに気づいたようじゃの。え？アルトリウスが聖霊を聖主教会の内部組織にしたのは、人間の意識をカノヌシに向けるためだった。人間たちがアルトリウスを英雄視したとしても、その向こうにカノヌシの存在を感じるように。世界中の人たちがカノヌシを信じて、その心が祈りが集まってるってことは、カノヌシの力は。聖主教を人々が信じなくなっていたこの数百年間とは比べ物にならないほどに高まっていると。そうじゃろうの。制約も祈りも加護も傲慢化も、この世の沙汰は心次第。心とは実に便利で難儀な魔法の力じゃ。私たちは本当に世界全てを相手に戦いを挑もうとしているのですね。エレノア、そんなに困った顔しないで、頑張って強くなるから。僕を信じて。僕だって精霊なんだから。ライフセット、なんだか急に頼もしくなりましたね。そうかな。そうやって照れるところは可愛いですけどね。どうしたの？顔が赤いわよ。え、そんなことないわ。アイゼン、手紙をもらうってどんな感じ？なんとも思わん。むしろいらんな。こんなものもらっても嬉しくもなんともない。え？これは亀人からの請求書だ。どうした？お前も手紙が欲しいのか？うん、僕には手紙を送ってくれる人も手紙を送る相手もいないからね。ライフセット、あなたにお手紙ですよ。え、本当に？誰からだろう。差出人はビエンフ？イエース、僕からでふよ。そろそろ手紙が欲しくなる頃だと思ってしたためておいたでふよ。嬉しいでふか？あ、うん、ありがとう。では、僕が読んであげるでふ。背景、精霊ライフィセット様、貴殿ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。小生もおかげさまで変わらぬ日々を過ごしております。ビエンフって普段はあんなだけど、本当はしっかりしてるんだな。マギルー姉さんの衣装のアイロンがけ、ボタン直し、
お帽子と長靴下の手洗いが日課なのはご存知の通り、先日などマギル姉さんに最近お腹のお肉がいささかふくよかではないかと忠告申し上げましたらば、館中軒下に逆さずりにされ、危うく星のるみになるところでございました。あまりの辛さに小生頬を伝う涙を止めることができませんでした。ビエーン、やっぱり鼻炎風は鼻炎風なんだね。というか自分のことしか書いてない上に自分で手紙を読んでますし。でもありがとう鼻炎風、手紙っていいものだね。貴殿の優しさにまた泣けてきたでふよ。ビエブッシュは積み込む。早い。働き者じゃなきゃ船乗りはやってられないからな。エレノー、どうしたのモアナ。それが母ちゃんの夢を見たんだってよ。お母さん、モアナのこと怖いって。いらないって言った。お母さんはそんなこと言いませんよ。なんでエレノアにわかるの。それはわかるから、わかるんです。なんか嘘だ。泣かないでモアナ。私は、まったくこれだから子供は。子供じゃない、ベルベットなんて嫌い。はいはい、そうね。寝てしまったわい。気が済むまで泣かすしかないのよ、理屈じゃないんだから。ずいぶん慣れてるんだな。まあね、うちのラフィーはしっかりした子だったけど、それでも小さい頃は時々こうなったから。さあ今のうちに出発するわよ。殿下、ダイル、モアナを頼みます。頑張ってみる。だが裏のない子供の相手は政治より難しいよ。王子とトカゲじゃ母親の代わりにはなれないしな。モアナ、また泣いていないといいけど。エレノア、いつになったらテレサ様の代わりの大魔師様が派遣されてくるんですか。近頃は町のすぐ近くまでゴーマが出て不安でたまらないんです。お察ししますが、我々は別の任務でノースガンドに来たのです。前に来た大魔師様も同じことを言って北に行ってしまった。一体北に何があるって言うんです。まさか星稜はメディサの件で私たちにも罰を与えているのですか。そのようなことは。任務がありますので失礼。大魔師が町を素通りして北へ向かっている。妙ね。サイカが来て以来
何もかもおかしくなっちまった。サイカって？この町をめちゃくちゃにしたゴーマのことさ。何でも食らう腕を持った最低最悪の化け物だ。知らないんですか？サイカはここだけじゃなく、王国姿を見て生き残った者はほとんどいないとか。へえ。サイカに船と港を焼かれたせいで商船組合は解散状態。貿易ルートもよその港に奪われちまった。貿易はこの町の生命線だったのに。町を捨てる人も増えたし、治安も悪くなって、ゴーマ病もひどくなっているんですよ。つい最近も小さな子供がゴーマになって。大魔士たちは何をしておるんじゃ？責任者だったテレサ様はサイカに負けて左遷されちまった。新しい大魔士様が何人も派遣されてきたが、ほとんど北にある遺跡に行っちゃうんだ。やっぱりメディサがあんなバカなことをしたせいよ。メディサ？よせ、よさ者に話すことじゃない。そうね、本当にどうなっちゃうのかしら。以前のヘラビーサとはかなり状況が変わっているようですね。聞き込みをして現状を知るべきだな。そうね、特に清涼と北の遺跡、それからメディサって女の情報が欲しい。北の遺跡は地脈点かもしれないからわかるが、メディサはなんでだ？勘よ、なんか引っかかる。ふう、そういう感覚には従うべきだな。案外生死の分かれ目だったりするもんだ。サイカとやらの情報はいいのかい？結構よ、そいつの癖までもう知ってる。エレノア様、大丈夫ですか？市民の言葉に心を痛めてないですか？大丈夫です、気遣ってくれてありがとう。あ、でも涙フーフーはいりませんからね。ではよしよし押してあげます。それも結構です。それにしてもますます荒んでしまいましたね。町は焼け落ち、商船組合は解散。今まで吸っておった甘い蜜を奪われ気落ちするのも仕方あるまいが、蜜同様甘ったればかりの町じゃ。甘ったれの町？エラビーサはもともと少数の人間が開いた漁村だ。資源豊かな北海での漁業だけで十分商売できる。だが遠石が発掘され楽に儲かる商売の味を覚えると、町の連中はあっさり漁業を捨てた。そのツケが回ってきたと。ですが近年の気候寒冷化のせいで北海の大半に流氷が広がって漁が難しいという報告もあります。流氷が微生物を運んだり、溶けて沈んで海水をかき混ぜたりするから漁場は豊かになるんだよ。それはそうかもしれませんが、町を荒らした俺たちが言えた義理じゃないが、楽な道に逃げて文句しか言わない連中は甘ったれだよね。ほう、言うようになったな、ライフセット。僕のお腹も甘ったれかも。それはいいさ、生きてる証拠だ。北海の巨大オオイカは今が旬だ。ベンウィックたちに頼んでおくか？普通のタコも。サイカって僕たちのことだよね。あちこちで清涼相手に大暴れしてるからな。しかもまた次の騒ぎを起こそうとしていると来た。次のクーマを地脈点から引き剥がせばモアナの村と同じことが起きてもおかしくはない。またあの村のようなことが。サイカの次は何に昇格するんじゃろうの？笑い事ではありません。ゴーマになる人間にも汚れっていう原因はある。自業自得と言えなくもない。だがモアナみたいにカノヌシの口にされちまってるクーマがいるのなら、お前はそいつを助ければいい。それはそうですけど。あんたは気にしなくていい。結界を食らって手を下すのは私よ。
ちょっと話を聞かせてほしいんだけど。今忙しいのよ。他当たって。失礼します。私は清涼巡察官エレノアです。この町の管理体制について忌憚のないご意見を伺いたいのです。あら、大魔師様もご一緒で。ちょうどいい。テレサ様を返してくださいな。あの方がおられた時はそりゃ管理は厳しかったけど安心して暮らせていましたよ。なのに今はフォルディス遺跡にばかり大魔師様を集めて、私たちはほったらかし。善良な市民よりあんな偏僻な遺跡が大事っておかしいでしょ。ずっと清涼に協力してきた私たちを何だと思ってるんですか。本当によくわかりました。本部に伝えておきます。メディサも哀れな。メディサの知り合い？うん、近所に住んでおった。メディサは女で一つで娘のディアナを育てていたんだが、その子が殺されちまったんだよ。殺された？誰に？大魔師様にさ。ディアナがゴーマ病を発病して処分されたんだ。処分？かわいそうだが仕方のないことだ。だがメディサは清涼を逆恨みして聖堂に立てこもったんだ。ゴーマにも感情はあるなどと叫んどったが。それでどうなったの？処刑されても当然の状況だったが、命だけは助かった。メディサを殺そうとした警備を大魔師様が止めたんだ。殺すな、適合者だと言ってな。適合者？清涼の教えを守る者という意味だろう。もともとメディサは真面目な信徒だったからな。ありがたいお慈悲ね。メディサはディアナを本当に可愛がっていた。だから取り乱す気持ちはわかる。だが感情よりも大切なのは断りだ。清涼の秩序を否定するなんて許されることではないや。町の北にフォルディス遺跡っていう清涼の施設があるの。キララウス火山から採掘された鉱石を運ぶ際の。ここだけの話、清涼は収容所？まさか。ゴーマならすぐに殺しちゃうべきでしょ。ちょっと前に人を殺して聖堂に立てこもった女の人がいたんだけど。なんでそんな遺跡に収容？さあ、すっごい罰でも与えられるんじゃない？あ、今のは単なる噂で清涼の悪口じゃないからね。ヘラビー様は街中でゴーマ病が起こるようになっちまう。ずいぶん物騒ね。発症したのは小さな女の子だったから大事になる前に処分できたがな。問題はゴーマになった娘を母親がかばおうとしたことだ。それが人情ってもんだろう。今はそういう情を抑えなきゃならない時代なんだ。一人のわがままが大勢を危険にさらすんだぞ。おう。異常に気づいた男が清涼に通報したからよかったが、例の母親は逆上して通報者を殺しやがった。何でも通報したのは
母親が再婚を考えていた相手だったそうだ。ゴーマになった娘は母親の再婚にひどく反対してたっていうから、皮肉すぎるオチだな。そんな、ま、自業自得だ。自分を抑えられない人間はゴーマより迷惑だぜ。ゴーマ化して大魔師に殺された娘ディアナと、そのことで聖霊を恨む母親メディサ、そして聖霊の収容所といわれる北のフォルディス遺跡か。なんかモアナの時と似てるね。お母さんが娘を愛するのは当然ですよね。それが罪になるなんて。気になるのはメディサにかけられた適合者って言葉よ。ミーツに通じる人あらばフマのクーマは生え変わる。俺たちの古文書の解釈が正しければカノヌシの力に適合するって意味だろうな。つまり地脈点である北の遺跡に適合者のメディサを送りクーマにした。そう考えれば全部つながるの。しかも聖霊を恨むメディサとやらがクーマにされたなら好都合じゃな。ああ、こっちに協力してくれそうだ。少し話がうますぎる気もするが。確かにね。でもどの道行ってみなきゃ裏か表かわからないだな。いや、フォルディス遺跡はヘラビーサの北です。地脈点も北だよ。きっと同じ場所だと思う。ヘラビーサも随分変わってしまいましたね。お主も随分変わったしな。ですね。初めてあなたたちと会った時はまさかこんな風に旅をすることになるとは思いませんでした。僕は思うこともうまくできなかった。でもベルベットがこれを持たせてくれて、アイゼンとロクローが意志を持てって教えてくれた。そうじゃったの。ダエルも今じゃバンエルティア号の航海士だ。ちょこまかしていたビエンフーもグリモ姉さんも気づけば俺たちと一緒にいるし。わほー。わしは？わしは？うん、王子とわしじゃなかった。タカもいるし、黒金もモアナも一緒だもんね。わしは？わしのことはどうなってるんじゃ？何言ったってどうでもいいって言うんでしょ。わしのことが分かってきたようじゃの。マギンっぽい。くしょ。ノースガンド領ってこんなに寒かったんだね。でもテレサの管轄はノースガンド領でしたし、その頃あなたもここにいたはずでは。多分意識を抑制されていた時は他の感覚も鈍くなってたんだと思う。なるほど。でもアイゼンが寒がっている様子は一度も見たことはありませんね。というか皆さん平気そうですよね。この程度の寒さでガタガタ言うようでは海賊などやってられん。俺は子供の頃から夏は炎天下、冬は吹雪の中で素振りさせられてたから慣れっこなんだ。もっともゴーマになってからは暑いも寒いも関係なくなっちまったがな。私もクーマになってからは関係なくなった。冬は苦手だったから都合がいいわ。かくいうお主こそ平気そうじゃぞ。いえ、とても寒いです。あなたが平気そうにしているのが信じられません。三度の飯より寒さが嫌いのわしじゃぞ。全身くまなく防寒用の秘密兵器を忍ばせてあるわ。服の裏から靴の中まで薄くて腫れてぬくもりキープ、その名もポッポカイロじゃ。そんな素晴らしいものがあるのですか。はとまねするなら分けてやってもよいぞ。え、はとまね。ポッポカイロ分けてほしい。ポッポ。ベルベットほどの衝撃はなかったの。
お、警備がいないぞ。これは裏か表か。表よ。ここは一気に踏み込む。覚悟はいい？砲火中、炎が昇竜脚、そこだ、食らい尽くせ、喝采流線、線、とどめ、火だらけよ、ゼロインパクト、そこだ、食らい尽くせ、線、線や、とどめ、火だらけよ、ゼロインパクト、そこだ、食らい尽くせ、喝采流線、次、とどめ、火だらけよ、そこだ、食らい尽くせ、喝采流線、もう大丈夫。かなりの精霊を配備してるわね。クーマを守るためだよね。ええ、おそらくね。操っている大魔師がいるはずです。警戒してください。
この遺跡は何か悲しい感じがする。悲しいってどういうことですか？うん、ここで辛い思いをしたり、亡くなった人の悲しい気持ちが溜まってるような気がするんだ。遺跡を見てそんな風に感じるなんて、なんか変だよね。いや、その感覚を否定する必要はない。案外そういうものが真実を導く場合がある。ライフセットの観点でこのフォルディス遺跡を見てみると、説明がつくものがあるな。本当？この遺跡の作りは、派手さや豪華さよりも通路や建造物としての堅牢さが優先されているようだ。それはつまり、火山性の地震を考慮しているのと、この通路で誰かが暴れるような状況が考えられたってことかな。悪くない考察だ。そしてそんな猛者どもがここを素通りするとは考えにくい。つまりここには通路だけじゃなくて、もっと奥に部屋や施設があるってことだね。凶悪犯の牢屋とか闘技場みたいなものかな。悲しいと感じた理由はそれで説明できるな。闘技場だとすると、勝者に与えられる宝みたいな何かが隠されてるかもしれないね。なぜ隠してあると思うんだ？だってモサたちがいい人とは限らないし、ここを設計した人は用心深い感じがするから。隠し財宝か。お前はその隠し場所をどう？二人とも考察は後にして。あ、ごめん。宝の隠し場所だ。アイゼン。ライフセット、続きは。うん。ノル様人形、グリモワールやビエン風に似ていますが、何かが違いますね。ああ、ビエン風たちは若干ダークな雰囲気だが、ノル様は落ち着いた華やかさがあるよな。それをはんなりと言うんじゃよ。それがはんなり。はんなりというよりはまったりというか、ぼんやりした何考えてるかわからない顔でふよ。僕の方が千倍可愛いでふよね。どこが？顔隠してるあんたは怪しいだけでしょ。ビーン！それにしても微妙な人形ですね。愛嬌はあるのに、私の心の声が心を許してはいけないと警告しています。そうかな。なんか赤ちゃんみたいで素直に可愛いと僕は思うけど。これが赤ちゃん？妹もこの人形と同じくらい小さかった。おもちゃみたいに小さな手で、一生懸命あいつは俺の小指を握っていた。え？握られたままの小指をそっと動かして頬をつついてやったら笑ったんだ。その笑顔、何があっても守ろうと誓った。だが、あいつが俺に飯を作ってくれるほど成長した頃、妙なことばかり起こるようになった。ゴーマに襲われたり、ドラゴンに囚われそうになったり、妹ばかり危ない目にあった。そして、初めて俺は気づいたんだ。妹を傷つけた原因が俺の加護、死神の力だということに。
それであなたは妹を置いて旅に出たのですね。呪いを解く方法を見つけるために。ああ、そしてアイフリードと出会った。ノル様人形の噂もアイフリードから聞いた。そんなものに意味はないと奴は笑っていたがな。集めてみなきゃわからないよ。僕はきっといいことがあると思う。なぜ？アイゼンが自分のことを話してくれて嬉しかった。それはこの人形のおかげだから。だから残り3つも絶対に見つけようよ。そうだな。出ないと思うけど。クラスター。ダークネスボンド。円が超流球。合体流線。そこだ。食らい尽くす。放火中。とどめ。サーフェイスムーン。円が超流球。そこだ。食らい尽くす。円が超流球。魔王演劇波。とどめ。サーフェイスムーン。そこだ。食らい尽くす。円が超流球。魔王演劇波。サーフェイスムーン。そこだ！食らい尽くせ！合体流線！せん！とどめ！サーフェイスムーン！はっ！食らい尽くせ！とどめ！サーフェイスムーン！円が昇竜脚！次！そこだ！食らい尽くせ！とどめ！サーフェイスムーン！はっ！飛炎連脚！それ！はっ！砲芽中！円が昇竜脚合体流線そこだ食らい尽くす円が昇竜脚次水蛇刀飛天ショークとどめサーフェイスムーンそこだ食らい尽くす合体流線チェンスイヤとどめサーフェイスムーンそこだ食らい尽くす円が昇竜脚魔王演劇波とどめサーフェイスムーンそこだ食らい尽くす合体流線せいとどめサーフェイスムーンふっ次ファーストエイドしまったこんなところでカイウマタタケ円が
昇竜脚、そこだ、食らい尽くす。宝賀衆、縁が昇竜脚、魔王演劇派、とどめ、サーフェイスムーン、そこだ、食らい尽くす。やられるわけに。切り替えがありそうだ。縁が昇竜脚、喝采流線、そこだ、食らい尽くす。喝采流線、とどめ、キラーゲオ、ゼロエルソフト、飛燕冷却、誰もスプリットステップ。縁が昇竜脚、縁が昇竜脚、宝賀衆、飛燕冷却、しまった。よく見せて繋ぎ戻す。曲げる、わっしゃー。痛みはなくて、そこだ、食らい尽くす。よく見せて繋ぎ戻しを上げろ。せいせいや、縁が昇竜脚、とどめ、キラーゲオ、ゼロインパクト、そこだ、食らい尽くす。喝采流線、せいせいや、とどめ、キラーゲオ、ゼロインパクト、そこだ、食らい尽くす。喝采流線、せいや、キラーゲオ、そこだ、食らい尽くす。喝采流線、せい、とどめ、キラーゲオ、ゼロインパクト、せいや、そこだ、食らい尽くす。喝采流線、キラーゲオ、ゼロインパクト、そこだ、食らい尽くす。好きにさせん。縁が昇竜脚、宝賀衆、縁が昇竜脚、魔王の演劇を、とどめ、ザーフェイスムーン、そこだ、食らい尽くす。喝采流線、そこだ、貫け。やられ